はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででん、エクササイズチューブを使ってですね、太ももとお尻のエクササイズを紹介しようと思います。で、今回のエクササイズなんですけども、一つ目がお尻を小さくしたい人のエクササイズで、もう一つがジムとかにね行ってなくって、やはりバーベルとかねダンベル持ってない人はですね、エクササイズチューブで十分負荷を与えて太ももとお尻を鍛えることができます。その2種目を紹介しますんで、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録してない方はよかったらよろしくお願いします。ではまず太ももとお尻からいきます。はい、ではですね、こういったゴム、ペラペラのねゴム持ってる人はこれでもいいです。で、こういった2本になってる強いゴム、これがある方はねこれでもいけます。どんなゴムでもね、もし負荷が軽い感じなら20折りとかにして真似してもらえたらと思います。これをですね、足でまず踏みます。肩幅で踏みまして、端っこを持ちます。で、姿勢はですね、スクワットと同じ姿勢、こういった姿勢になります。このまま上に上がります。で、このままゆっくり降りていきます。で、コツはですね、頭からお尻までできるだけまっすぐになるように、腰を反りすぎず丸めすぎず、できるだけまっすぐです。この姿勢を保ちながら起き上がります。で、ゆっくり降りていきます。上がるときも降りるときもですね、膝が内股になったり開いたりしないようにですね、しっかりつま先まっすぐ向けて、膝がグラグラしないように安定させてゆっくり行ってください。これでですね、バーベルとかダンベルがなくっても十分大腿四頭筋、大臀筋が鍛えられます。なので、この大きい筋肉2つをね鍛えてもらったら痩せやすい体を作れますんで、もしね、普通のスクワットで負荷が軽いよ、物足りないよって方は、こういった感じで負荷をつけてですね、回数を減らして、セット数は2、3セット、それを保って行ってもらったらと思います。では一緒にまず10回いきましょう。これぐらいのペースです。2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK です。はい、今度ですね、このようなちっちゃいチューブ、これ結構安いんで1本持ってたら結構便利です。今度はこれを使ってお尻を小さくしたい人のエクササイズを紹介したいと思います。まずですね、お尻を小さくするためにはできるだけ大臀筋を鍛えないことです。まあ、さっきのスクワットはね大臀筋使うんですけども、基本スクワットは大臀筋を使うので、まあ、お尻をねプリッと大きくしたい人はもちろんスクワットいいと思うんですけども、お尻が後ろに出すぎちゃって大きくしたくないよ、だけど痩せたいよって方はスクワットをやっちゃうと、お尻はまだ大きくなってしまいますんで、そういった方は大臀筋を鍛えずに中臀筋、小臀筋、この2つを鍛えるエクササイズをやってください。神々すいませんね。はい、で今度これを使います。やり方は簡単です。足首に通します。で、横向きになります。これでゴムをまず割と張った状態からこのように動かします。あんまりたるみすぎると負荷がかからないのもったいないです。できるだけ引っ張った状態、これでこのように反復運動をしてください。ゴムがね軽い人は結構これ楽なんですけども、ある程度のね中強度のゴムでしっかり広げてクックッってやるとですね、お尻結構疲れてきますんで、特にこういった細かいエクササイズをしてない人は中臀筋、小臀筋あんまりないので、結構これね、きついです。自分も結構きついです、これ。もうお尻の奥が痛い。もう大臀筋とかじゃなくって、もう奥の方のね、中臀筋。深層部にあるね、お尻の筋肉が痛い感じします。はい、反対いきます。これはですね、反復運動を長くした方がいいので、回数とかではなく、こうやってね、まあ、打っちゃうとこでもいいんですけど、動かしながら、効いてきたなってとこから、まあ、ある程度頑張ってもらって、はい、反対という感じで、
やってもらえたらと思います。はい、お疲れでした。今日ですね、こういったエクササイズチューブを使ったエクササイズを2種目、紹介したんですけども、やはりね、エクササイズの種目っていうのは人それぞれでね、やっぱり違いまして、例えば重たいものをしてスタイル良くなる背の高い人もいれば、重たいものをして体が大きくなっちゃう、足が太くなっちゃう、背の低い人もいます。なので、自分に合うエクササイズをね、できるだけ早く見つけてもらって、もちろん太ももとかふくらはぎとか、細い人ですとかね、背が高い人、筋肉つきにくい人、そういった人がやってるメニューをやったら逆効果の人もいますんで、自分に合うね、エクササイズを見つけてください。で、今回なんかは、しっかりね、痩せたいよっていう方のゴムを使ったスクワット、そしてお尻が大きくなりたくないよ、お尻をちっちゃくしたいよって方は、大臀筋を使わないような、今みたいな中臀筋小臀筋使うエクササイズ、お尻のエクササイズをやってもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら説明欄のブログのリンク貼ってますんでご覧ください。登録してない方はチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひぜひお待ちしてますんで、よかったらグッドボタンとかコメント大体返しますんで、よろしくお願いします。